AMX-13 とはフランスで開発された、軽戦車で、フランスを中心に、世界各国で採用され、使用された。AMX-13 の開発は、第二次世界大戦終結直後の1946年から、開始された。当時、フランスは、インドシナやアルジェリアなど、世界各地に散らばる植民地の独立運動などの、問題を抱えていたため、 海外に速やかに展開できるように輸送機で空輸可能な空挺戦車を求めていたので、車体はできうる限り小型化することが要求された。そのため、乗員席もギリギリまで切り詰められ、乗員の身長を172センチ以下に制限しているほどである。AMX-13 は、この要求を満たすために様々な新機軸を導入した。まず、乗員数を減らして、 車内の容積を削減するために自動装填装置が採用された。これは6発が充填されたリボルバー式断層を砲塔内後部左右に設置したもので、計12発を自動装填し発射可能なものであるが、打ち終えた後は車外から断層に再充填する必要があった。また、砲塔は上下に分割された陽動式砲塔が採用された。この方式は、 手法を固定した上部砲塔がシーソーのように動くことで不行を司る仕組みで小型化や手法の代行径化、自動装填装置の設置には有利な反面、防御面での脆弱性、不行格を大きく取れないなどの難点を抱えていた。本社が実用化に成功したことで開発国のフランスとアメリカ及びスウェーデンの興味を引き、1950年代に これらの国は同様の仕組みのより大きな砲塔を開発していたものの実用化はできなかった。実用車両で陽動式砲塔を採用したのは本社とその砲塔を流用した EBR 走行車と SK105 キュラシエア系戦車のみである。この砲塔は車体後部に設置、エンジンは車体全部左側の操縦席横に位置している。手法は ナチスドイツの v 号戦車パンターに搭載された 7.5cm KWK42 をベースに開発された高性能、高初速の61口径 CN-75 から 50-75mm ライフル砲を搭載した。AMX-13 は1951年に正式採用され、翌年から生産配備された。AMX-13 は小型の車体に 強力な砲を備えた、使いやすい、軽戦車であったため、フランス陸軍のみならず、世界各国に輸出された。イスラエルでは、第二次中東戦争前に 75mm 砲型を150両購入、気候旅団の軽戦車代替空挺旅団などに配備して、実戦使用した。当時としては強力な火力は歓迎されたが、シャーマンに比べ砂漠での機械的信頼性に劣り、 故障により脱落するものが相次いだ。あとに 105mm 砲を搭載したモデル58も使用したが、しかしそのヒート弾が T-54、55に対しカタログ通りの性能を発揮せず不評であり、装甲の薄い軽戦車としての限界もあり、使用を停止してしまった。対するエジプト軍では M4 シャーマンの車体に AMX-13 の砲塔を乗せた、 改造戦車が作られ、第3戦車大替 C 中隊に配備、1956年に実戦投入され、生き残った車両は、第3次中東戦争まで使用された。M4A2 の車体に AMX-13 の砲塔を搭載した改造戦車。また、75mm 砲の砲空をボーリングして、 内径を拡大した 90mm ライフル砲や 105mm ライフル砲を搭載した型や 75mm 砲搭載型の砲塔に SS-11 やホット対戦車ミサイルを搭載した型などが生産されたほか、AMX ベシーフ氷戦闘車マーク、海産 155mm 自走榴弾砲、AMX-13DCA 対空、 自走砲などのファミリー車も開発された。AMX-13 は、フランス軍では1970年代末から ARC-90 と AMX-10RC の2種類の装輪式戦闘偵察車に更新されて退役したが、現在でも一部の国で改良の上、使用されている。AMX-13 は、世界中で広く使われたために、 各種の派生型、改良型が製造されている。さらには、装甲兵員輸送車仕様や自走砲仕様などの、ファミリー車も多い。スイス軍仕様のライスターパンサー 51SS-11、追戦車ミサイル4発を搭載した AMX-13、T-75AMX ベシー装甲兵員輸送車、AMX-13PDP 加強戦車。ありがとうございます。